トライローキャビクラムシャハは、ネパール王国の王太子。第六代君主スレンドラ・ビクラムシャハの息子、第七代君主プリトビビール・ビクラムシャハの父にあたる。1847年11月30日、トライローキャビクラムシャハは、ネパール王、スレンドラ・ビクラムシャハの息子として、カトマンズのハヌマンドーカ宮殿で生まれた。1877年、 強力な首相ジャンガ・バハドゥル・ラナが死亡すると、トライ・ローキャはその息子、ジャガット・ジャンガ・ラナを擁立し、王権の奪還を狙った。だが、計画を察知した、ジャンガ・バハドゥルのマッテイ・ディール、シャムシェル・ラナにより、王太子と、ジャガット・ジャンガ・ノルス中に、ラノ・ティープ・シン・ハ・ラナが首相の地位につけられた。計画に失敗したトライ・ローキャは、その後、弟・ナレンドラ・ビクラ・ム・シャハ、王族、タパ、 一般で、バスネット、ビシュタなど貴族らと組み、ディール・シャムシェルの追い落としを計画した。1878年3月30日、トライローキャは、カトマンズのハヌマンドーカ宮殿で急死した。ディール・シャムシェルによって暗殺されたという説もある。トライローキャが急死した後、ディール・シャムシェルは、ナレンドラ王子を追放、味方した大勢の貴族を殺害、追放、財産没収し、 絶大な権力を手にした。ありがとうございます。